私らは動く船を見つけて島を離れた。あの島は私らがいるべき場所じゃない。こいつの名前はジョルジュというらしかったが、政治犯野郎はベルカ語でゲオルグと呼びかけた。こいつがベルカ人だってなんでわかるんだ？まあね、俺も両親ともにベルカの家の出だったんでね。初耳だな。ベルカ人はみんな陰謀が得意だというが。そいつは偏見だね。俺は公明正大に自分の考えることを主張して牢に入れられたんだ。王女も同じく抑うつ的になっている。なかなか見どころのある大バカ野郎っぷりを見せてくれたのにこのざまだ。あれを見てみな。この船が向かう先には空から垂れた一本のロープ。あの先がどこまで届いてるか知ってるか？宇宙。違うな。人間の一つの可能性ってやつにつながってたんだ、この戦争になるまではな。あの人は本当は、本当は多分どこか遠くの混乱の源につながってるのだと思うの。戦争より前、ハーリングがあれを作ろうとしたところから世界はおかしくなった。あれを作ったハーリングという人はたくさんの犠牲を払ってまで作り上げたものを自分の手で壊そうとしたとき、何を考えたのかしら。犠牲？なんだ？タイラー島の飛行場で見た使われなくなったたくさんの宇宙王冠機。ああ、私にはスクラップの山と見えたが、あれは軌道エレベーターの建設と引き換えに途絶えさせた技術だ。ここで軌道エレベーターを倒したら、人が宇宙に登る手段を取り戻すまでもう一度遠い出発点からやり直さなきゃならなくなる。なのにハーリングは軌道エレベーターを壊そうとした。自分の命と引き換えに。私が聞いてきたのと違う。ハーリングは飛んでくるミサイルの盾になって塔を守って死んだんだ。私は自分が乗った飛行機をあいつにぶつけて壊そうとしたって。どっちが本当なんだろうな、王女様。わからない。客観的に見ればどちらとも取れる行動をあの時ハーリングは取っていた。それをどっちだと思うかは鏡だな。ええ、そのどちらだと思うかで実は自分自身の心を映す鏡。今の私には暗くにしか映らない。あんなもの倒れてしまえと思ってる。ブリーフィングを始める。と言っても司令部からの命令も何もなく俺の作戦だがな。タイラー島奪還とオーシア本国からの救援はまだ先になる見通しだ。俺たちは自分の力で生き延びなくちゃならない。首都ファーバンティを失って以来、統制を失ってエルジア軍も小勢力に分かれて群雄割拠だ。どうやらその最大勢力であるエルジア軍主流派の大部隊がこの基地の近隣を通過するらしい。例の軌道エレベーターへ向かいたいんだろうな。軌道エレベーターは何かの要ではあるっぽい。どうする、迎え撃つのか？何のために？今さら戦争遂行でもあるまいに。我々は家に帰ることを優先すべきだ。よそ行こう。そうだ、
どうせ満足な補給もできない今の俺たちにはそいつらと戦う力はないし理由もない。ただな、もしその敵がこっちに飛びかかってきたらどうする？自衛の力を蓄えておかなくちゃな。ここからエルジア内陸部へ飛んだところに古い城を改修した物資備蓄の拠点がある。シラージ城だ。エルジア軍から離脱した少数の勢力も多少は駐屯しているらしいんだが、何より燃料弾薬は欲しい。高速道路を改修した滑走路もあるらしくてな。敵航空戦力が出てくる可能性もないではないが、敵主力を相手にするよか組みしやすいだろう。まあこちらも前期で攻撃するのは無理だな。奪った補給物資を運ぶ輸送機の護衛も必要だ。よし、じゃあストライダー隊は先行して備蓄基地を襲撃、敵戦力を無力化する。その後輸送機を連れたサイクロプス隊と合流、補給物資をこの基地に持って帰る。なるほどな。航空機以外は大した脅威じゃない。いけそうだ。生き延びよう。そして家へ帰るんだ、みんなでな。ロシア軍がいない地域だ。我々以外に味方はいない。識別は不要だ。対空兵器を中心に空爆目標を設定した。前期攻撃を開始しろ。メソメソ
島を。そう、完全に押し込み強盗だな。いや、生き残るためだ。まあ、分かってる。敵はたった4機だぞ。ガンマンだ。落としてやろう。目標を補足。敵は背後を取った。オスロジのパイロットはかなり危ない。
補給はうまくいった。もうしばらくは食うものと燃料に困ることはなさそうだ。幸いにもエルディア地上軍がこの近隣を進軍するというのもただの噂だった。上空からは見える土煙一つなかった。噂、通信網を失うとこうも脆いもんかな。ああ、一つ確かな情報がある。トリガーが落とした機体は X-02Y バーンの改良型だ。前の大陸戦争の時開発されてたやつだ。エルジアはそんなものまで使ってやがった。
もっとも前の戦争じゃベルカ製も出回ってたといういわくの機体だからな。もしトリガーが落とせてなかったらと思うと今でも鳥肌が立つ。よく勝てたもんだ。戦争なんてそこのそこじゃ何がうごめいてるか知れたもんじゃないが、その全部が解き放たれちまったみたいだ。きちんとした命令系統、約束されたソーティー達成後に待つ休暇、敵味方の識別が可能な戦場、そういったのが混乱の向こうに消えちまった今、全部が幻だったみたいに思える。この状況から脱出する方向ってどっちなんだろうな。